慢性的な駐車場不足に対応すべく、FC 岐阜は、オブザパーク駐車場から無料シャトルバスを運行している。駐車料金無料、バス代無料、試合3時間前より約15分間隔で運行。駐車場が河原でなければ完璧なのに。ウォーキング推奨。こんなのあったかな？重なるステージ開始は試合3時間前。シャトルバスまで待てないので、今回はオブザパークから徒歩で競技場を目指します。今の時刻は9時6分。トレッキングポールがあれば、私でも歩ける距離でしょう。長良川を左手に。全速前進だ！迂回線が緩やかに進んでいきます。近くでウグイスの声。足湯とあります。覗いてみましょうか。お邪魔します。ない。もしかしてあの船が足湯だったのかな？立ち並ぶ温泉旅館や、鵜飼ミュージアム、道端に咲くスズランを見て、FC 岐阜トッカファミリーマートに寄り道。アウェーゲート近くの入り口から、メモリアルセンター入場。到着。時刻は9時56分。重なるステージ開始1時間前。横に広く、隣との間隔は少しなので、去年より見やすそう。お腹が空いたので、角煮まんを買うことにしました。13番だ。はい。角煮まんになります。はい、ありがとう。角煮は美味しいけど、これなら普通の肉まんでいいかな。これはご飯と合わせたメニューの方がいいね。スタジアムに入る前に屋台村を回ってみましょう。ガチャガチャコーナーは空いてました。これくらいだと気楽に回せます。両替機が設置されていましたね。多くのお客さんが来ると見込んで早くからオープンしてたみたい。選手タオルマフラーの種類が多い。全員分あるのかな。奇妙な看板があります。なんだろう。雑コラワロータ。あてもなくブラブラ。私の通っていた学校では出たことないんですよね、揚げパン。動物の森の企画で使用した本体やゲームは私物らしいですよ。重なるステージで言ってました。サイダーを買おうとしたんですが、瓶は持ち込めないんですよね。松本山賊よき。前に松本に行った時あったな。そういえば重なるステージで松本の片山さんが、今日は森山さんが来てますよと言ったり、ラッツオーリの社長がそこにいますよと言って盛り上げていました。楽しいデュエルだったぜ。これは松本ブーツですね。覗いてみましょう。かなり商品持ってきましたね。ドラガンズくんはライチョウがモチーフ。
富山のライカくんもライチョウだけど、随分似てないなと思ったら、ライカくんはライチョウとカモシカの融合キャラクターみたい。ビットコースか。ビットコースか。へえ。写真コーヒーが。じゃあコーヒーとカレー一個ずつもらえますか。アレー系は残るものより消え物の方が買いやすい。喫茶店の名前からチーム名を取った縁でコーヒーが出てるのかな。ドローン体験すげえ飛んでる。すごい。小さな子がドローンを飛ばしています。今日はメインスタンド自由席から試合を見ます。キックインセレモニーはモンチッチ。あいついい馬体してたよ。先制された。富山戦のような前半アディショナルタイムでの同点ゴール。この勝負もろた。松本後半14分、松本ゴール。松本さらにゴール。クエ負けた。私にも諸田で不動と思っていた時期がありました。試合後にファンクラブ会員に向けピッチ開放イベントがありました。結果に子供もがん泣き。わかるわかるよその気持ち。多治見の稲がガバスだ。疲れたので休憩。笛の練習のようです。私は今青春を目の当たりにしています。オブサパークは大渋滞。信号で詰まるようです。河原で水切りでもして着くのを待つことにしました。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。一発終わりやった。